うん、やばくない？あのお肉が、オラコメサスマコです。現在ベトナムのハノイに来てます。相変わらず騒音がすごすぎる。でね、今ここ旧市街に来てるんだけど、まあベトナムといえばね、日本人も馴染みのあるベトナム料理がまあめちゃくちゃうまくて、日本でも結構ね、もう見かけると思うんだけど、で今日はベトナムのサンドイッチバインミーを紹介したいなと思ってるんだけど、まあどうやらこの近くに美味しいお店があるみたいだから、ちょっと今日はねそのお店でバインミーを紹介できればなと思ってます。いやしかしさすがだな、今日もハノイの交通量は世界一、本当にベトナム人も誇らしげに言ってたよ、これ世界一だから。いやあ、というわけで今回のバインミー動画もお楽しみに。レッツゴー。この辺はなんか旧市街といえど、ちょっとホームセンターのような工具とかね、家で使えそうな DIY とかするのにいいエリアなのかも。こんな感じ。とりあえずクラクション鳴らせ感がすごいよ。ほら金具とかいっぱい。というわけで見つけたバインミー、ウォーカンチリー25。手前が人参のキュウリ。すげえ、ここか。ちょっと早速行ってみるか。なんか全然画像で見てたのと違って増設されてるのと、なんかやっぱ新しくなってる感じがするわ。一応メニューこんな感じになってるんだけどさ、最初見た時よりも全然1万ベトナムドンぐらい上げてるわ。さあバインミー、パテとチャーシューとハムと全のせみたいなのがあるらしいけど、あ、さすがベジタリアンミールもあるね。迷うな、これバインミーチャオっていうのがある、なんかつけパンできるよ。どうしようかな。 Can I have a バインミーダイドゥ、ダイドゥ、いや、あ、yes please の感じ。野菜は奥にパクチーと手前が人参とキュウリだね。すんごい、絶対うまいやん。はいあれがバインミーのつけパンのやつだったの。すげえ、うわでけえ、やばすぎる、楽しみすぎる。というわけで贅沢にもまたビール、ハノイに戻ってきたということでハノイビールで乾杯。これで120円ぐらい。早速いただきます。サルーン。あービールうまい。でこれで200だったから、一応バインミーの、さっきのメニューが、まあ、チャーシュー、あとはパテ、ハム、あと全のせっていうのがあって、で野菜もパクチー抜きもできるし、全部の野菜入れても大丈夫かみたいなのも聞いてくれるから、パクチーダメな人とかね、この野菜ダメとかある人はいいかもね。最初からそうやって聞いてくれるとありがたいよね。あーうまい。ちなみに私が注文したのは全のせです。贅沢。それで4万ベトナムドンだったから、まあ、220円ぐらい。前見た時、ここを見た時は全のせでも2万5000ベトナムドンだったんだよ。だから本当140円130円ぐらいだったから、
言うたら1ドルじゃん、やばいよね、全のせでだよ。だからまあ人気店になっちゃったからちょっと値上げしたんだと思うけど、いや楽しみよね。来た。というわけでババー届いた、超美味しそう。というわけで見て届いた、ちょっと可愛いロゴじゃない、バインミー見て。まあ、バインミーってね、何かっていうと、もう簡単に言うとベトナムのサンドイッチ、フランスパンで挟んだベトナムのサンドイッチです。見て、人参苦手だけどこういうタイプの人参だったら食べれます。食べていく、いただきます。うん、絶対騒音で音聞こえないよね。サクサク、うわ、うまい。まだ具にこれしかたどり着いてないのに、もうちょっとのお肉でうまいってわかる、うまさ、やばくない？うん、うますぎる。うわ、パクチーがめっちゃいいアクセント。なんかお肉のイメージで言うと、ケバブ、ケバブサンドとかに入ってるケバブあるじゃん、あのお肉、あのお肉が入ってるみたいな感じ。しっかりお肉の味がする。うん、うまっ。てかパンがほんとカリッカリで、ちゃんと中ふわふわ。これはね、まあ、西洋人の人が多く来てるんだけど、観光客、パン大国の西洋人からしたらめちゃくちゃ嬉しいポイントだと思う。うまっ。あ、ちょいピリ辛、スパイシーにしてもらったんだけど、あ、うまい。肉もしっかり肉感あるんだけどさ、きゅうりと人参があるから脂っこすぎない、ちゃんとさっぱりもしてるし、うわ、これはうまい。うん、進めば進む、危ない、進めば進むほどうまい。この全入れだから、パテとチキンとあとハムが入ってて、うまい、めちゃくちゃ。こんなにこぼしてしまってる。うまっ。うん、うん、ここに来てソースが来た。これやばい、ハマる。味を説明するのは難しいんだけど、多分ケバブのケバブサンドのもっと重くないバージョンみたいな。ないわ。うん、うん、ちゃんとパテも見えてきた。うまい、ボーノボーノ。でもニンビンいる時にもっとローカルっぽいところでバインミー食べたんだけど、でそこも美味しかった、カリッカリで。ただお肉が断然こっちの方が質がいいというか、チキンね、うん、うまっ。うん、絶対向こうで食べた方がゆっくり食べれるけど、ここもいいよ。おばちゃんたちと一緒に食べてる、おばちゃんたちの許可取ってるから。ラスト一口、ワンバイトで。うん。食べたー、飲んだー。うまい、本当に美味しかった。ごちそうさまでした。というわけでこんな感じのバインミー動画でした。昨日ね、実は4を
人生で初めて食べたんだけど、バインミーも初めて食べたんよ。なんでバインミー今まで食べてこなかったんだろうっていうぐらい美味しかった。結構ね、小さいように見えるんだけど、もう中しっかり具が入ってて、とはいえそこまで重すぎず、だから最後までペロリ。美味しかった。一旦バインミー動画こんな感じでした。まあ、ベトナムに来たらね、ぜひ、まあ、安くしかも本場の味なので食べてみて、今回の動画ベトナムバインミー本場で食べてみたいと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、あとはコメントよろしくお願いします。というわけで今回も見てくれてむちゃすくらしです。また次の場所でお会いしましょう。アディオース。